はい、どうも皆さんこんにちは。ちょっと長らく動画の更新ができておりませんでした。そろそろ雪が降るかなと思い動画を回しています。今日は12月11日土曜日、札幌市内の様子なんですけれども、全く雪がありません。1センチも雪ありません。大体平年だと12月の6日ぐらいから寝雪になって、路面今絶対雪があるような状況が春まで続くんですけれども、今のところ全く雪がなくて、本当に雪が降るんだろうかというような状況ですけれども、一応来週の月火あたりに大雪が降り、そこから寝雪になるんじゃないかという予報です。今年もちょっと雪道運転のレビューをしていこうかなと思って動画を回してますが、まあ、今日は雪がないので北海道を倍速で楽しんでいく方法ということで、今回は猿払村を紹介したいなと思います。先週稚内方面に旅行に行ってきまして、初めて猿払村に足を踏み入れたわけですけれども、猿払村の場所としては稚内の右下ですね、宗谷岬の隣になるんですけれども、だいたい札幌から330キロぐらいで、片道高速使って5時間ぐらいという、なかなか札幌からはちょっと行きづらいかなというところではあります。でも稚内空港がありますので、行かれる方は稚内空港から行った方がいいのかなと思います。人口2600人ぐらいの、漁業で栄えてる村なんですけれども、私はこっちに来て初めて知ったんですが、結構知る人ぞ知ると言いますか、かなりあるもので有名でして、人口2600人しかいないと言ったら失礼なんですけれども、この小さい村がですね、なんと実は5年連続北海道内で平均収入1位を記録してるんですよね。そう、札幌よりも実は年収が高いのがこの猿払村なんですね。2017年には平均年収813万円を記録して、あと東京の港区千代田区に続いて全国3位になってます。ここで有名になりましたね。一気に全国的にもかなり知名度が広がったみたいです。そんな猿払村の基幹産業は、先ほども申したんですけども漁業で、中でもホタテにすごい力を入れていて、村全体でホタテのブランド化っていうのに取り組んで成功を収めて、ここまで来てるという背景があります。昔からホタテで有名だったのかっていうと、そうではなくて、いろんな歴史があって、ホタテのブランド化に注力することになったんですけれど、どうも調べてみると、昔から漁業というのは盛んだったみたいなんですけれども、ある時から、基幹産業であったニシンが取れなくなって、ホタテに目をつけたんですけれども、ホタテも乱獲によって消えてしまって、それで漁業経営っていうのが衰退していったというところで、貧乏を見たけりゃ猿払村だと言われるぐらい、かなり廃れていた村だったみたいですね、一時は。ただ村の予算の半分以上ホタテに継ぎ込んでですね、村全体でホタテのブランド化っていうのに取り組んだ結果、猿払村ブランドを確立できたわけです、ね、どういうブランドを確立したかというと、まず猿払村のホタテっていうのは、一般出回るのは3年4年ぐらいかけて育てたホタテっていうのが多いんですけど、猿払村は5年外ということで、他のホタテより一回り大きいホタテなんですよね。あと大きさだけじゃなくて、そのオホーツク海の海底で育ってることによって、すごい食感があって甘みがあるというのが特徴のようです。実際にこのホタテ食べてみたいなと思って、いろいろ調べてみたんですけれども、何せ、村自体は結構広いんですけれども、そんなに観光スポットっていうのはなくて、ホタテどこで食べるのがいいかなと思って、いろいろ聞き込みを行ったところ、道の駅がいいんじゃないかということで、こちら、猿払丸ごと館っていうところが、道の駅にありまして、ここでホタテを食べることができます。水槽の中にも、こんな感じでホタテがいっぱいいてですね、注文すると生きたホタテを水槽から取り出して、丼なり、その場で焼いたりということができる施設になってます。
まあ、食事を食べるところはこう焼肉屋さんみたいになっていて、まあ、その場で自分でホタテを焼いたりとか、私が行った時はもうちょっとギリギリホタテ漁が終わってしまった後だったので、その場で生きたホタテを買ったりっていうことはできなかったんですけれども、まあギリギリ在庫があったので、まあ、ホタテは食べれたという状況でした。ホタテ漁をやってる時期だとかなり格安で生きたホタテがそこで買えると、直売で買えるということで、まあ、少し楽しみにしてたんですけども、まあ、残念でした。私はここで焼きホタテと、ホタテ丼を注文しました。まあ、焼きホタテはこんな感じで出てきますね。はい、でここにバターと、まあ、醤油がついてきて、まあ、お好みで食べれるというようなシステムになってました。ホタテ丼はこんな感じです。めちゃくちゃ美しいですよね。いくらも乗ってて、これでなんと1500円、かなり安いですね。正直、まあ、僕自分でホタテはさばけるので、まあ、よく朝市とかに行って生きたホタテ買ってきて、まあ、開いて食べるんですけれども、正直そんなに変わるのかなっていうのは食べる前は疑問でした。まあ別に家で生きたホタテ貝を開けてですね食べるんですけれども、まあ全然十分美味しいですし、正直なんか違うのかなと、まあ、ブランド化されただけなんじゃないかなと思って食べたんですけれども、すごい食感があってですね、ホタテってあんまりこうコリコリした食感って出ないはずなんですけれども、なぜかここで食べたホタテはですねすごいコリコリして食感があるんですよね。甘みも確かにあって、オホーツクの海底を走らせるだけでこんなに変わるんだなというようなふうに思いましたね。まあ、何か旅行で来る機会があれば、こう生きたホタテをですね箱買いしてですね、確か2キロか3キロ入って1500円とかなり格安だったので、まあ、この味が楽しめるんだったらもうぜひ次回来た時は買いたいなと思いましたし、まあちょっと札幌から、まあ、距離と時間もあるのでなかなかそう気軽には行けるところではないので、まあ、もし場合によってはあのサルフツホタテ便っていうのを調べたらやっていて、まあこちらでちょっと取り寄せしてみようかなというふうに思いましたね。はい、ということで今日はサルフツ村のご紹介だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。今シーズンもね、雪道のレビューですとか、あの北海道バイクで楽しむ方法をご紹介していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。